いただくのは愛知県名古屋市から駆けつけていただきました名古屋おもてなし武将隊の皆さんです。名古屋おもてなし武将隊は名古屋開府400年に合わせて名古屋の魅力を全国に伝えるため名古屋にゆかりのある武将6人と4人の陣笠隊で結成されました。主な活動として名古屋城にて観光客のお出迎え、観光案内、記念撮影などのおもてなしを行うほか、土日祝日にはおもてなし演舞を披露。武将たちと共に歴史ある名古屋を大いにお楽しみください。名古屋おもてなし武将隊です。どうぞ。さあさあ皆様方、こんにちは。じゃあこんにちは。皆様また拳を掲げて。はい、ありがとうござる。できれば今日一位の栄栄養を欲しゅうございます。参りますぞ。皆の者勝ち時じゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前より蘇りし者の不集団。本日は現世という戦国の生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。世は太平なれどその暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。この様は400年前戦国の世と何も変わりません。故に刀さはよみがえる。ここはどこじゃ。戦場にござりまする。ここは桶狭間か。違いまする。ここは三方ヶ原か。違いまする。ここは長篠か。違いまする。ここは関ヶ原か。違いまする。ではどこじゃ。素人の国、令和の世の合戦場にございます。大川面白い。皆の者出陣じゃ。おー、勇猛なること虎のごとし、忠義を尽くし戦い続けた豪将は後世軍神と歌われた肥後熊本藩藩主加藤清正。いや、うわっ、うわっ、我が築城の神髄は戦わずして心を砕く。わしを奇跡し、あまたの敵城こそが天下太平の礎なり。我こそは騎乗官肥後の虎加藤清正なり。いや、まみれ抗い続けてたどり着いたは天下人、太閤
豊臣秀吉。秀吉、こんにちはじゃ。拍手の次はわしに手を振っていこう。いいか、こっちから行くぞ。はい、手出して。はい、ダリアさん、真ん中の旅も手出して。はい、ダリアさん、最後だ。よし、はい、最後は皆で、いやー、よいな、秀吉、押してまいる。ガンガン、あー、よりやすよ、よりやすよ、よりやすよ。辛い時こそ下向いとっちゃいかんがね。前向いて笑ってちょうよ。この猿と共に前に進もうではねえか。戦国一の出世頭、わしは豊臣秀吉。はあ、皆の者、名乗りを上げよ。我ら名古屋をもてなしてくださ今ここに呼びがる。誰も考えることのなかった天下布武、それが織田信長様の夢でございました。あれから400年、再び夢叶えるべく我らはよみがえってまいりました。わしが信長様の夢を引き継ぎ、この国を整えたんじゃ。そして徳川家康様の源那演武、武器を伏せて太平の世とする。皆の衆、今の時代はどうじゃ。結構今もこの精神はこの時代にも続いておる。ですが今もまさに天国太平になると皆様も苦しい人をよう戦っておると聞いております。故に我らの話を聞け。我らが戦国の世でどう戦いどう生きたか。こたびの話は何じゃ。はっ、静ヶ岳の戦いにございます。そうか、面白い。皆者、しかとその身に焼き付けよ。静ヶ岳の戦い。1583年天正11年、羽柴秀吉様は静ヶ岳にて柴田勝家様の軍と激突する。この戦に勝利した秀吉様は後の天下統一の第一歩を知る。そして羽柴軍の中には若き猛将虎之助がいた。だけじゃ。お主らこの方の活躍があり、こたびの戦勝てたじゃ。お主も武功を立てたそうではにゃか。我願いるし、伊賀の神勝さやが重臣、まじっぽげまさきにも。はいはいはい。あっ、撃った撃ち取りました。いやー、皆さんも拍手じゃ。この者を叩いてくれ。拍手じゃ、拍手じゃ。あっぱれな、たきじゃ。ありがたき幸せにござりまする。これからもこの清正井上様のもとで武功を称えまいりたいと思いまする。ああ、頼むでな。それと、こたびの戦で活躍した者の国、静ヶ岳基本槍という名を讃えたいと思っとるんじゃ。その話、
噂で伺いましてございまする。お主もその一人じゃ。どうじゃ、いいじゃろう。あ、いや、まあその何じゃ、不満か。おめえ、そうもございまする。ただ、拙者のような身にはおこがましい巧妙かと思いまして。受けてはくれんか。は、理由は何じゃ。高之助、言うてみ。おお、拙者は微力ながら戦わせていただきました。されど追撃戦に参加したのみにござりまする。この度の戦、一番手柄は先陣を務めた大谷義継、石田三成こそ。四本槍などという大層の名前をいただいてしまっては、後の世にこの度の戦の武功が拙者にあるのではないかと誤解されてしまうような気が。我が軍には忠誠心が強く豪気な者の二つがおる。その者たち皆を静ヶ岳七本槍という名を持って民に知らせたいんじゃ。お主はその一人じゃ。秀吉様、天下人には一人ではなれん。主ら者の夫の活躍があってこそわしの目指す天下統一がなしえよ。だで引き受けてはくれんか。申し訳ございませぬ。秀吉様にそのようなお心があるとは知らず。ならこれからも頑張ってちょう。かしこまりました。この虎之助、神明を尽くしお支え申し上げまする。それとその虎之助という名前もう捨てや。お、何故に言うりまするか。これよりお主は加藤和江の神清正と名乗るがよい。和江の神、なんじゃこれも不満か。めっそうもござりませぬ。ただただ嬉しゅうて言葉出てきませぬ。これからも頼むぞ。はっ、生涯秀吉様のもののふとして戦い続けることをここに誓いましょうぞ。我こそは加藤和江の神清正、足場軍がもののふなり。いやーよしも発出じゃ。さあ皆様、いかがにござりましたか。我ら名古屋おもてなし部小隊は原点よみがえりし以上皆に寄り添って生きてまいりたいと思うておりまする。それこそが現代演武の心。共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に続かんことをここに祈る。皆の者、負けるでねえぞ。勝利の前祝いじゃ。勝ち時を上げよう。はっ、名古屋とここに集まるし皆、そして日が熊本の新しい夜明けを祝し、勝ち時じゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。我らはここによみがえる。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜もうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし部小隊参る。
屋おもてなし武将隊はこういった演舞を名古屋城にて披露しておるわけなんじゃけれども、こたびは静ヶ岳の戦い、お主清正が主軸となる話をやってまいったんじゃけれども、静ヶ岳の戦いしとるよってもの、やはりさすがモノノフの魂、知っとる者がおる。はあ、さようにございますな。おるだけで驚きでございまする。軽く静ヶ岳の戦い教えてやってちょうよ。改め申して豊臣秀吉様、その折は羽柴秀吉様にござった。本能寺の変の後、織田信長様が倒れ地の地に織田家の筆頭家老正しくな先ほど当麻が与えしてくれたようにいざたいがござった。その戦において柴田勝家様と羽柴秀吉様の間で大きな戦があったんじゃな。この後に柴田勝家様がどうした。柴田勝家がと示されて、戦に負けて切腹召されて、秀吉様が天下人へと駆け上っていく、その政子に短所となった、そういった戦だったんじゃな。その中で秀吉様のみならず、このわし加藤清正も当時はまだ虎之助と虎之助というふうにな名乗っておった。さりながらこの静ヶ岳七本屋に加えさせていただいたことにより、和江の神といった官職を得て、和江の神というのは当時な、計算を司る、そういったね役職だったんじゃけども、そういった役職を司通り、また後々のそれこそこの肥後を治めるに至った出世の松の一番最初の足がかりだったというわけじゃ。静ヶ岳の戦、秀吉様の天下取りのまずは第一歩、そしてわし加藤清正、この肥後へを行ったのまでの出世の第一歩であったことを皆の衆覚えて帰ってくれ。ありがとうございます。そんな我ら名古屋おもてなし武将隊は、名古屋の魅力を発信すべくこの肥後の地に参った次第である。名古屋に来たことあるよって。多いですな、静ヶ岳より多い。確かに、やはりさすが天下の終わり名古屋にござるの。さようにございますな。そんなこの名古屋に気安く来れる便がとまあるな。大変でございます。FDA が1日3往復就航しております。よっ。この格安でこの空飛ぶ鉄カゴに愛乗ることが叶い申して、3便しかも1時間と30分ほどでこの肥後と尾張の地をつないでおるがゆえに、わしらのことを好きになったよっていうのをぜひとも来てほしい。好きになったよってもの、いや好きだよってもの。ありがとうございます。それ以外、いやそのまま続けてくれ、そのまま続けて、片付けない、片付けて。ありがとうさん。さあ名古屋はこの豊臣秀吉様、そしてわし加藤清正のふるさとにござる。日頃の旅こそぜひとも我らのふるさと遊びに来てほしい次第じゃ。おいだら寿司へとってんとかこれ、参りましょうぞ。よし、では我らがこの真中で陣地を組むがゆえに、主らのからくり地にて我らを収めおくがよい。まずは正面から写真撮影の儀、いざ開始。1ムーツ4つ、はい、3つ、はい、2つ、はい、1つ。芝居じゃ。ありがとうございます。こちらじゃ。お、はい、1ムーツ4つ、はい、3つ。目線の欲しいものあっておるがよい。1つ。芝居じゃ。ありがとうございます。おいたらまた下の最後じゃ。参りまする。1ムーツ、はい、4つ、はい、3つ、2つ、1つ、芝居じゃ。ありがとうさん。ありがとうさんじゃった。では我ら名古屋おもてなし武将隊はこの祭り最後まで楽しんでまいる所存、共に盛り上げて楽しんでまいろうぞ。またおう、さらばじゃ。はい。